皆さんこんこにちはデジカメウォッチ,チャンネルです今回は SIGMA のスポーツラインに新たに加わったフルサイズミラーレス専用の超望遠ズーム6 6 0 0 m m f 4 5から6.3をご紹介したいと思います。このレンズの特徴なんですがなんといっても 60mm から 600mm までの10倍ズーム超望遠域までをカバーする10倍ズームになっている点です。で実際に アルファセにつけてみます。こんな感じですね。あのしっかりあの安定感もあり持ちやすいかなというふうに思います。あの手ブレ補正も強化されまして、新しい、えー、アルゴリズムを採用して広角で最大7段、望遠で最大6段の手ブレ補正効果を実現しています。 レンズ構成は SLD ガラスや FLD ガラスですねを採用した最新の光学設計になっており最短撮影距離は広角で45センチ。 200mm で1対2.4という最大撮影倍率になっていますのでクローズアップ撮影やマクロ撮影にも十分使える仕様になっているというふうに感じます AF なんですが最新のモーターが採用されこれまでにない高速な AF 高精度な AF を実現しているというふうに発表されていますで使い勝手の面なんですが3箇所 AF ロックボタンが搭載されていたりですね こちらに OS のスイッチ切り替えスイッチだったりフォーカスリミッタースイッチなども搭載されていて操作しやすいカメラを構えた時にも操作しやすいような作りになっているのも特徴ですでまた防塵防滴構造にも採用していますので屋外のスポーツだったり風景含めて幅広く使えるのではないかなというふうに思います付属品として 先ほどから見えていますフードですね。フードとアルカスイスにも対応した三脚座も付属されています。で発売は1月27日、実勢価格が今のところ33万円前後ではないかなというふうに想定されています。u g m にはフルサイズ用で60、600、同じ焦点距離のレンズはあったんですが、ミラレス用としては今回が初めてに、 なります今回新たに加わった 6600mm デジタルカメラマガジン3月号では山下大輔さんにレビューをしていただいていますのでぜひそちらをご覧ください。うん